いや、今歩きながら久保さんと話してるんですけど、久保さんがね、今名言をまた吐きましたよ。まあ、久保さんはなんか当時ここで儲かってた時期もあるらしいんですよ。で、儲かってた時はなんかあぶく銭みたいなのが50万60万何もしなくても入ってたらしいんですね。で、久保さんは毎月毎日ね、キャバクラで豪遊してたわけですよ。で、その時久保さんは思ってたらしいんです。どうせこのあぶく銭はなくなると、どうせなくなるから使える時使えと。で、久保さんそこで思ってたらしいんですよ。どんなにお金がなくなっても体験は残ると。そうですね、はい。で、その頃にしたのは、僕個人がキャバクラに行って楽しいんだっていうところで、はい、キャストさんとか、はい、その街のことがよく分かるようになったり、はいはい、まあ、いろんな店掛け持ちしたんで、はい、楽しい体験とかですね、人とのつながりはそれからも残ってるんですよ、はい。あとですね、大事なのがもう一つ、あぶく銭がいっぱいあって、はい、時間があるの自分だけなんで、はいはい、いろんな人を鍋に誘ったりですね、焼肉に誘ったり。